大西ライオンのゴールバイナイスどうもこんばんは皆さん。今日はですね、私がいつも、クラブをですね、買おうか悩むというか、ここでこうクラブを見てですね、うわーどうしようかなと思いながらいつも、楽しみにしているゴルフクラブショップに来ております。こちらゴルフエフォート杉並店さんです。はい、ここでいつも僕は悩んでます。じゃあちょっと行ってみましょう。あ、こんにちは。こんにちはじゃないですね、こんばんはですね。よろしくお願いします。はい、ということでございまして、こちら、店長。いいえ、店長じゃない。店長じゃないですか。そうですね、スタッフです。スタッフ、エポートのスタッフの宮沢さんです。宮沢と申します。本当に宮沢さんにいつもですね、クラブを教えてもらってるんですよ。はい、だから今日はですね、ちょっとまずは宮沢さん、はい、どうぞどうぞ。はい、もうほんまエフォート一番やっぱこの古いにねテンション上がっちゃうんですよ僕。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しいじゃないですか。はい、これなんで僕があのここのエフォートに来るようになったかと言いますとですね、はいはい、隣に、はい、桜井ホンダがあるじゃないですか。バイク屋さん、バイク乗ってますもん、ね、そうなんですよ、はい、バイクのでっかいバイク、はい、でっかいですよ普通のビッグスクーターですけど、はいはい、オイル交換してる時に、そうなんですよ、そうなんですよ、めっちゃ時間あるんで、はいはい、いつもここでほんま時間潰させてもらってすみません、はい、でですね、はい、まあ、僕は、はい、まあまあドライバーね、はい、まあ一応こだわったんですよ、はい、そのまあ、相談もさせてもらったんですけど、天性のシャフトで、はいはい、天性オレンジの CK プロですか、はい、あのシャフトでシムっていうセッティングにしてるんです。決めたんですね。そうなんですよ。悩まれてました。悩んでましたずっとここで打たせてもらって、結局ほんでここで買わないという申し訳ない本当に申し訳ございません。買っていただければ、そうなんですね、買わせていただければよかったんですけども、はい、大丈夫です、はい、でそれにしたんですけど、はい、他にももういっぱいドライバーあるじゃないですか。そうですね、ね、はい、だからその、ま、こちらのエフォートさんで、はい、一番売れてる、はい、ベスト3みたいな、ああ、ありがとうございます。これ教えていただけますか。はい、はい、まあ、こんな今状況なので、まあ、ちょっとこう下半期6月ぐらいからの、なるほど、下半期ね、はい、はい、じゃあ3位から教えてもらいましょう。はい、3位こちらです、ね、あ、こっち、はいはい、何ですか3位は。3位はこちらですね、はい、テーラーメイドのシム、お、第3位です。うわー、マジかよもう出ちゃう。そうですね、3位ですね。はー、3位ですか。3位ですね。そうですか、はい、シム僕も使ってます、このシムドライバーですね、はい、3位です。1位じゃないんです。そうですね、1位やと思ってましたうわーちゃうか、下半期ですからね、まあ、そうですね、はい、で、はい、そのシムのヘッドのええとこというか、はい、そうですね、はいはい、ここ特徴的な特徴のソールデザインですね。こっちの方がいいか、はい、こっちの方がね、うん、買わない、買わないか、カバーないですよね、まあ、一言で言うと空気抵抗を抑えたデザインになってまして、はい、イナーシャージェネレーターでしたっけ。おっしゃる通りですいや好きなんですよ、はい、インパクト、はい、まあ、打つところまでの間ですね、この腰のあたりからインパクトまでの間で、はい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 、空気抵抗をね、打った時にね、そうです、抑えてくれるんですね、はい、ヘッドスピードが落ちずにインパクトを迎えられるっていうことと、いやー、はい、そうです。僕はめちゃくちゃいい、もう1位は思ってましたけどね。1位じゃないんですね。うわー、そうですか。そうです、ちょっとこう難しいお兄さんみたいに上手な方がなられる超クラブだと思います。ええこと言ってくれました僕みたいに、はい、僕みたいに何ですか、上手な方がリアザルで東京で優勝しちゃうぐらいの方が打つクラブですね。めちゃくちゃ見てくれたんですよ、ほんまにありがとうございます。ゴルゴ松本さんに負けてましたね。ゴルフサバイバルのことをようご存知で最終ホール T ショット真ん中でしたけどねもう言わないで、それだけは言わないでください。本当にこのままなんです。第3位がシムです。はい、はい、シム、第3位はシムです。はい、では行きたいと思います。続いて第2位なんですか。はい、こちらです。お、そっち。はい。G410 プラス。ああ、そうですか。はい。あ、下半期？下半期です。そうなんですか。はい。俺はもうてっきり違う方やと思ってました。新しい方やと、まあまあまあ、それはよ、置いておきましょうか。まあ、理由は、まあ、はい、製品としての特徴はやっぱり、あの、渋野選手が
そうですね、はい、渋野日向子選手が、ね、使ってるやつなんですよ。それ前衛取ったやつですね。そうです、はいはい、今大活躍されて、はい、このクラブで勝っている方、優勝している方が続出しました、うん、あ、そうですか、はい、あとはあの曲がりづらさって言えば群を抜いてるヘッドだと思います。これもあの、はい、吉本の芸人みんな使ってるんですよ。ほんまになんでみんなこれ今多分、はい、ほんまに曲がらないんですよ。そうですね、そう、みんな曲がってたその芸人たちがまっすぐ打てるようになったんで、だからよっぽどこの性能いいんですよね。僕あの買い替える時にこれもいいんじゃないかなって言ってました。言ってました。でも俺はねピンはね、そうですね、ちょっと決まってましたもんね。そうなんですよ、もうシム一択やったんですよ、はい、僕は、はい、なるほど、はい、これも第2位、第2位、G410、はい、これと飛ばせる、これのどれですか、 G410、いろいろあるじゃないですか。そうですね、プラスっていうモデルです。これですね、もうまさにこれ、はい、G41 プラスが2位です。そう、はい、これも空気抵抗ですよね。そうですね、そのクラウンのボコボコが、そうそうそう、空気抵抗を妨げる。そうですよね。あとは、はい、あのミスヒットにすごく強いので、あ、そうですか、コウモイって言うんですけど、あのミスしても同じ飛び方をしてくれます。いや、そうなんですよね、はい、本当にあーって言ってもまっすぐ行ってます、はい、みんな。あと後ろ側に特徴がちょっとだけありまして、うん、はいはいはい、こちらですね、はい、あ、ここのウエイトが3ポジション変わりますので、ご自分に合うポジションを決めていただければ、はい、あの最適化して、その方に合う弾道で打っていただけるようになっております。ドローを打ちたい人とかフェードを打ちたい人で変えれるってことですね。そうですね。はあ、なるほどな。第2位でございます。第2位、はい、G410、はい、さあ、それでは第1位ですね、はい、第1位はこちらです。はい、何ですか。シューマックスでございます。そっち、はい、はあ、そうなります。はい、意外だなぁ。シムマックスですね。はい、はい、これですね、はい、シムマックスですから、僕が使ってるシムの、はい、シムとのシムマックスとの違いって何なんですか。ソールのウェイトの場所と、あと可変式のスリー、ウェイトの箇所がないんですね、うん、はんはんはん。シムはこちらが、はい、ウェイトが移動するポジションがあるんですが、はいはいはい、シムマックスはそれがありません。はい、でこちらとこちらにシムはウェイトが入っているんですけども、はい、シムマックスは後ろに後方にだけ入っていまして、うん、インパクト当たるときにですね、フェイスが上を向いてくれて、うんうん、あとは重心がこう後ろにあるので、うん、こちらも、先ほどの第2位と同様に、うん、ミスにすごく強くなる、あとですね、はい、まあ、細かい話なんですけど、はい、こちらの方がシムマックスの方が、はい、打感が柔らかいっていうお話がすごく聞くので、本当ですか、はい、まあ、こちらが第1位です。うわそう、はい、どうしようどうしよう言っても、まあ今更買えれないんですけど。いや、買い替え待ってます。マジですか、はい、うちあの買い替えのサービスがすごくあるので。なるほど、はい、ぜひぜひ買い替えサービス、はい、これが売りですもんね、はい、そうですね、お尻ですね、まあ、気軽にこう売って買ってができる。ちなみに、はい、その今年、もう選手、選手今週、選手か、はい、優勝した、はい、シン・ジエ選手、はい、これのシムマックスやったんですよ。シムマックスの 7.5 やったんですよ、はい、そんなんどこにあんのと思って。プロトモデルだと。なるほど、はい、プロが使うようなモデル、はい、7.5 って思って。そうですね、まあ、それをチェックしてる僕も僕なんですけどシン・ジエさんのセッティング調べると思いながら。あの大西さんみたいに好きな方が、はい、あのうちのお客様にもいらっしゃるので、はいはい、そういう、まあ、プロトのヘッドっていうのがこの、まあ、たまに市販されるので、はい、それを売ってくださる方がいらっしゃいますので。あ、なるほど、はい、あの、まあ、もし言っていただければ、はい、あの入りましたらご連絡をして。なるほど、はい、そういう買い方もできるんですね。そうですね、で内緒で、はい、いや内緒じゃなくてでもそれを売ってるんですもんね。そうですね、はい、でこの、あ、そうですか、シムマックスがいいんですか。そうですね、うわタイガーがシムマックス使ってたら僕もシムマックスにしたんですけどねタイガーがシム使ってたんで、ね、タイガーがシムでした、ね、そうなんですよね、はい、じゃあはい、もうこんな質問おかしいかもしれないですけど、はい、このエフォートさんで、はいはい、一番売れたウッド、はい、あ、そのドライバー、はい、一番売れたドライバーって何ですか。はい、タイトリストの910です。タイトリスト、はい、タイトリストですか。タイトリスト、タイトリストです。へえ、いや
勝手なイメージで、タイトリストって難しいんちゃうかっていうイメージあるんですよ。おっしゃる通りで、はい、うちのお客様はまあ、こだわるお客様がやっぱりたくさんいらっしゃるので、はいはい、まあ、そういう方がたくさん買っていただきまして、ここ10年間で2267本売れました。2267本、はい、ぶっちぎりで、ぶっちぎりで一番売れました。ちなみにシムは何本、はい、263です。263、はい、うわもう倍じゃない、10桁が違う。そうですね、はい、10倍売れてんねん。そうですね。で、 あります、910ない、やっぱ売れてるからない。そうですね、まあちょっと近いもので言うと915っていうのがあるんですけど、うん、それの後継みたいなこと。おっしゃる通りです、こちらですね、はい、915、これが910の後継。そうです。913も、913もそうですね。ああ、はい、なるほど。まあ、余談ですけど、はい、今も USPGA の、まあ、アメリカ松山選手がやってるところの立場中では、はいはいはい、PGA ね、はい、タイトリストが一番使用率が高いので、はい、そうなんですか。そうですね。あ、そうなんや。そうですね、まあ、有名な選手はやっぱこっちを使って立ってますけど、意外とこ一番使ってるっていうとこちらっていうデータが、タイトリストなんだ、はい、ありましたね。へえ、はい、910、はい、じゃあ見つけたらちょっと売ってみた方がいいですね。仕出した方がぜひ面白いかもしれない。へえ、そうなんや。最後に恒例なんですけども、チャンネル登録、いいねボタンお願いします。ゴール。